のご用です。カワです。今回はですね、結局一番痩せる食事法って何なの、そして一番危険なダイエット法って何なの、こちら2本立てでいきましょうか。やっていきたいと思うんですけど、まあ、あの健康 TV の栄養の素をやらせていただいております、はい、河合です。栄養の素の河合さんと一緒に栄養のついてる話ですね。もう34度らしいですよ。あ、そんなにあるんですか。はい、午前中走ってました私はね、はい、そうですね、エネルギーがあります、はい、東京から走って大阪まで来ましたよ、はい、走ってきたの、はい、大阪に走りに来たのではなくて走ってきましたけど、まあ、一応ダイエットしたい時期じゃないですか。そうですね、時期的に、はい、もう夏前ですから。メクスターにも痩せたいですっていう方にたくさん来てくださってますよ、はい、世の中にはいろんな痩せると言われている食事法いっぱい出てるじゃないですか。結局一番どれがいいのっていう話ですよね、はい、でそれともう本当表裏一体でやばいダイエット法もあるっていう。やばいダイエット法、はい、危険な、危険な、ちょっとこれを河合先生にね聞いていきたいなと思うわけなんですが、はい、どうですか、はい、素としてお答えさせていただくと、はい、結局これ人それぞれというか目的とか期間とか、はい、そういうものによって若干違ってくるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、一番短期間で痩せるダイエット法と、はい、あとは長期的に見て実はこれがいいんじゃないのっていうところの2つを今回はですね お伝えさせていただこうかと思います。これこの間栄養のお話の時にも出てきたものになるんですけど、はい、実はもうこれね短期間で1ヶ月2ヶ月で一番体重が落ちるっていうのはやっぱり、ね、これケトジェニックダイエットなんですよ。あ、そっか。そうです。なので前回は光と闇と伝えたわけですね。あ、やろうかな。多分タイプ的に合わない、まあ、後でお話にも出てくるんですけど多分ケトジェニックダイエットが危険になるタイプですですね。やはりそうですか、はいはい、1ヶ月間で体重の 5% を落とすために、うんうん、どういうダイエットが一番効果的なのかの2つぐらいのダイエット方法をですね、はい、こう比較した研究があるんですけど、まあ、ケトジェニックダイエットってすごくて、はい、1ヶ月で体重の 5% 減を達成したと。60キロぐらいの人だったらもう3キロ落ちた、それぐらいの効果があるんで、まあまあまあかなりいい数字ですよね。いや、いいっすよ、はい、5% 落ちると結構やっぱり見た目、はい、だいぶ二回り変わってきますね、うん、もう40超えてきたら病気疑われるやつですよ。40歳超えてる人がそうやっていきなり痩せたらなんかちょっと周りの人から、はい、あれなんかすごいこう聞いてもいいのかなみたいな、まあ、それはありますね確かに、はい、はい、確かにありますぐらいの落ち方ですけどね、うん、確かにそういう変化が出ますね、うん、なんでやっぱりケトジェニックダイエットっていうのはこの1ヶ月っていうスパンで見たら体重が一番落ちるダイエット法になるっていうのはやっぱ確かですね。これはなるほどなるほど。もう危険かどうかは置いておいて置いておいて置いておいて、はい、まず痩せる食事法ですから、はい、これはね、ですね、はい、ただですねこれもう一つ気をつけていただきたいところがあって、はい、2つをですね比較したっていうことなんですけど、はい、もう一個は、まあ、いわゆるこの地中海食ですか、健康的な食事のいわゆるあのオリーブダイエットを使ったとか魚を食べたとかフルーツも食べるみたいな感じの健康的なダイエットのその代表格と言える地中海食ですね。これで体重の 5% 減ってどれぐらいかかったのかっていうことも分かるんですけど、これには実は3ヶ月ぐらいはかかってるんですね。結構かかりますね。そうなんですよ。だから皆さんやっぱり1ヶ月で変化が出なかったらちょっと断念しやすいじゃないですか。心折れるですけど、一応3ヶ月で地中海食でも体重の 5% 減同じ数字は達成できてるんですし、他の研究も合わせてみると5年ぐらいの長いスパンで見たときに実際に体重落とした後にリバウンドせずに一番維持できているのってどういうダイエットかっていうと、やっぱりいわゆるこの地中海食的な健康的な食事に基づいたダイエットが一番体重落ちたものを維持できているっていうような研究の報告が多いですね。結局クリーンな食事をしろと。そうですね。で一番落ちるのは確かにケトジェニック、ただ長い目で見れて一番ダイエットとして成功しやすいのは、うん、いわゆる健康的な食事っていうところになってくるんですよね。健康的、まあそうなんですね。だから、まあ、一応言えば60キロの人だと月に1キロぐらい落ちてったってことですよね。そうですね、そうです。3ヶ月で 5% なんで、まあ、最初の1ヶ月って結構スムーズにこのむくみとか抜けるんで、はい、1.5 キロとか人によっては2キロぐらい落ちるかもしれない。スパッと落ちて、でそこから多分緩やかにちょっとずつ1週間あたり体脂肪がもう本当に 200g ずつぐらい落ちてってとか、それぐらいになる可能性はあるかなと思いますね。だからまあ使いようなんですよ。使いようっすね、はい、一番短期間で誰でも落とせるのはケトジェニック。なるほど。でも危険なダイエットっていうところにもなってくるんですよね、はい、なのでやっぱりこう低血糖ですよね。糖を全く取らないんで、はい、低血糖で不調を感じやすい方、うん、いつも頻繁にこの甘いものが欲しいとか、はい、こういう方がやるとですねやっぱり不調を抱えやすいというところになってくるんですよね。そうですね、僕そんなに甘いもの好きじゃないんですけど1日1回甘いもの食べちゃうんですよね。
結構好きですねたくさんは食べれないです、はい、たくさんは食べれないんですけどフラペチーノぐらいのみたいな、はいはい、みたいな感じです、うん、やっぱりそういう方っていうのはちゃんと食事基本的にはやっぱ3食ちゃんと食べるっていうのがオーソドックスなところですね、はい、うんうんうん、ただやっぱりその低血糖になりやすい方って、はい、もうちょっと食事の回数増やした方が良い方もいるし、はい、消化機能が弱っているとか朝から食欲湧かないとか血糖値スパイクこの血糖の波が大きすぎる人ってやっぱ朝食食べるのが結構しんどいっていう人とかもいたりするし食べることで眠たくなるって人もいたりするんでそういう方ってやっぱちょっと朝食を抜く傾向があったりするんですよね、はい、ただまあそういう方もちょっとずつ食べれるようにしていくっていうようにまず健康な状態を作っていかないと無理にケトジェニックやって一気にバン落ちるかもしれないけど長期的に見たらやっぱり落ちたものを維持できなくなっちゃいますね、まあ、より具合悪くなっちゃうケースもあるとそうですね、はい、結局リバウンドしちゃうっていうのが多いですから、まあ、ちょっとその危険なダイエット法から外れちゃうかもしれないですけど、はい、まさ食べれないとか、はい、まあ、いわゆるこう元気じゃない人っていうんですかね、はい、そういう人はどういうところからダイエット始めるべきなんですか。なんか1日1食なんですみたいな、はい、でも体重全然落ちないんですみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、はい、たくさんいますね。そういう人はまずどっから始めたらいいんですか。これはですね、はい、まずは元気になるところから始めるっていうところが大事なんですよね。よくやっぱり皆さん痩せなくなっちゃった方って代謝が上がらないとか、はい、代謝が落ちたっていうじゃないですか、はい、で代謝って何なのかっていうとこれ痩せることのイメージが強いんですけど、はい、痩せる代謝って要はこの合成と分解両方代謝なんですよね。代謝が落ちたっていうと脂肪分解する能力が落ちたって思いがちなんですけど太ってるっていうのはこれ一応代謝がされてるんですよね。なるほど、合成していってるっていうね。そうです、はい、ただこの脂肪ばっかり合成してしまう方になってしまってるんで、はいはい、実はこのちゃんと筋肉をつけるとかそういうこの代謝っていうのはそもそも体の栄養素を利用する能力全体なんで、うん、ちゃんと栄養素を取らないとそもそも体のこの代謝能力っていうのは維持できないので、うん、まずはちゃんと栄養状態を良くしていくこと、はい、多分そういう方朝起きる元気がないとか食欲湧かないって方って食べれるものだけ食べるんで結果やっぱパンだけとかいわゆる炭水化物だけの食事とかになって低タンパクになったりとか、うん、ビタミンミネラル取れなくなっちゃってるんで、その不足してる栄養素があって結果体がうまく働かない代謝が起きなくなっちゃってるんで、つまり今挙げたタンパク質ビタミンミネラル食物繊維こういったところをまずちゃんと取る食事を取れるようにしていくところこっから入っていきますね。それを続けていくことも大事だし、はい、そもそもそれ食べれませんっていう人にはちょっとこうスープだったりとか、はい、取れるような形にして取っていくっていうですね。ある程度ご飯って食べれる人いるじゃないですか、うん、でご飯にふりかけをかけるとか卵でもいいし、はい、みたいな感じで少量で栄養価を上げていくっていうのがポイントにはなると思いますね。そういう人たちって食べることに対する恐怖心って結構でかいと思うんですよね、はい、そうなんですよ。来ましたね小宮山さん、はい、そうなんですよ、はい、これね私もですね、まあ、栄養の素として、はい、素であり続けるためにいろいろ勉強してるんですよ、はい、これね本当に SNS 業界でもそうですし、はい、トレーナーとしてたとかですね、はい、まあ、いろんな業界でダイエットのですねこの大先生って言われるような人のね、はい、セミナーを最近よく受けてるんですよ、やっぱりね言うことは一緒ですよ。まず一回体重増やしましょうと。要はこのよくこういうのスポンジで例えられるんですよね、はい、このスポンジをこう脱水させるよりカラカラにした状態でもうちゃんと機能しないような状態、つまり人の体だったら代謝が落ちている状態までもう無茶しちゃってるんで、そこにちゃんと要は水分を戻すようなことをしたらスポンジとしてちゃんと機能するじゃないですか、はい、それも人の体は同じでちゃんと栄養を取ると、特に炭水化物を取ると炭水化物水なんで水が戻ってくるんですよ、はい、結果体重がどうしても 1,2 キロ増えちゃうことがよくあるんですけど、人の体がこれでようやく初めて元通りになった状態なので 1,2 キロも増えるのは当たり前でも構わないので、そこから人の体をちゃんと働くように体の機能を戻してからダイエットを始めていきましょうっていうので、これもどんな先生も言いますね。一回お願いします、増やしてくださいと。なるほど。で筋肉落ちてるんでちゃんと筋トレもやって筋肉量もちゃんと戻していって、そこから体重も緩やかに落ちてきたらいいねっていう感じですね。体重増やして筋肉量を増やして活動量も増やしていって、で結果的に長い目で見たらスタートした時よりも落ちたらいいねっていう。そうですね、落ちたらいいねぐらいですね。結局体型が変わるのが一番ですね。そうそう、筋肉量っていうのは水分も含むと重いんですね、うんうん、で体脂肪ってやっぱふわふわで軽いんですよね、はい、だから筋肉量が増えるとそれだけ体重って重たくなりやすいので、うん、結果として見た目はめちゃくちゃ変わってるけど体重はあんま変わってないんで結構あるんですよね。
そういうことか。そうですね。で、まあ、そこをしっかりとお客さんに理解してもらえるようなコミュニケーションが大事ですね。ここはすごく大事ですね。でそこを人それぞれちゃんと知識も伝えた上でですね、クライアント様に納得していただくのかっていうところとか、あとは知識だけじゃなくてちゃんと熱意を持って伝えられるかっていうところがポイントになってくるかなと思いますね。じゃあちょっとまとめさせていただこうと思うんですけど大丈夫ですか。はい、お願いします。喋り足りてない、あと1時間いきましょうかまたの機会をお住まいいいですね。だやっぱ一番痩せる食事法としては、はい、短期っていうテーマでいけばやっぱケトジェニック。ケトジェニックですね。一番痩せる。これ一択です。ただまあその長いスパンで体重を考えてみると地中海食、ね、を、ね、代表されるような健康的な食 事,、ね、食事っていうのが、私たち日本人だったらもう和食でもいいかもしれないですね、うん、考え方的には。ああ、和食いいっすね、はい、和食ってマジで緩やかに痩せてきますよね。あ、本当そうなんですよ、うん、それに変えただけでやっぱりこのズボン緩くなったとか、はい、体重1キロとか落ちたとか、うん、そういう方はもうザラにいますね。本当に魚と味噌汁と納豆とかあるし、まあ、山菜 ね、 そうです、痩せてきますよね、はい、っていうのがいいよと。でまあ、その一番痩せる食事法で言ったケトジェニックはマジで裏を返すと危険なことになることが多いですね。やっぱりから、まあ、そこも理解した上で取るか取らないかっていうね、その選択を、ね、結婚式に向けて2週間で頑張って落としたいとかっていうのだったら使いようだと思うんですよ、はい、なので悪ではないと、まあ、トレーナーとして出せるカードとして持っておくのはありと、ね、僕はむしろ持っておくべきだと思います。でまあ、ちょっとそこから話取れましたけど、全然食べてないのに痩せない人みたいな人は まずは機能を回復させる、スポンジをちゃんと膨らませる。そうですね、人の体をちゃんと健康にすること。健康じゃないとやっぱり体脂肪の燃焼って起こらないので、うんうん、まあ、そこから始めていくっていうのはちゃんと説明して理解してもらいましょうよと。そうですね、もうこれが2024年度版の最新情報ということですね、はい、だからこう来年ね、健康 TV が潰れてなければまた2025年度版の痩せる食事法をやりたいと思いますので、はい、ぜひ河合さんやめないでってコメント欄にコメントしてくださいお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。